Hey there, True Believers, Ryan Kasaragi here with Let's Play Yakuza 5 Remastered. Last time, we investigated the chisel, found out that it was Kugihara's, and then got into a fight with him, which is all he ever wanted. Now we're probably stuck in prison forever, on top of the 22 years we've already been in prison. Anyway. Neat. なぜ手を出したと聞いているんだ。おかしなこと聞くんよね。この間はなんで手を出したのか。Yeah, I was just gonna say, man. Like, do you want me to fight or not? これはお前の仮釈放申請書だ。Oh. 数日前から私が進めていた。Huh. なんで。あんた組の人間は思って出さんって言うてたやないか。Oh. 一週間前に所長宛に届けられたハガキだ。搭乗官がお前を破門するという旨が書かれている。刑務所は更生施設。罪を犯した人間を更生させるのが本来の目的だ。罪に対して十分な更生を態度で示した服役囚には刑期の軽減措置が図られる。仮釈放もその一つだ。Yeah, how that works usually. 通常服役囚が極道関係者の場合、更生を示す最も有効な手立てが組を辞めるということ。All right. つまり今回のケースもそれに当たる。Why was I expelled? I'm confused. お前ここを出たら搭乗会の若頭を襲名する予定だったんだ。2年前。お前がここに移送されてくる際、警察関係者から申し送りがあった。そのことが他の囚人にバレないよう配慮してくれとな。傷害罪で3年。お前ほどの大物がこの手の軽微な罪状で服役する場合の理由は2つだ。敵対する第三者にはめられたりなどして現場不在を余儀なくされた場合、もしくは逆に自ら身を洗い組織の万全を期すた。 Okay, so he figured us out immediately. 釘原に暴行を受けても手を出さなかったのは身を洗い一刻も早く組織に戻るためだよな。もう破門の見え関係ない。 Oh, sorry, Jimmy. Don't be like that. 不問に付す。組を辞めたお前がもうここで無駄に苦しむ必要もないだろう。 Huh. どうした泣いてるのか。アホらしい。気持ちはわかる。ここで過ごした日々は無駄になってしまったんだからな。だがそんなんじゃう。俺はつくづく自分が情けない。え、どこに行く。おい高坂、仮釈放の件辞退させてもらいますよ。cool. 何だと。破門されて初めて分かった。俺はヤクザを続けたかったんやない。ただ自分が信じた奴らと一緒に降りたかっただけない。うん、もともとどの組織におるとか若頭になるとかどうでもいい。今はちゃんと罪償ってここ出られりゃそんだけでいい。冴島。 Well. Huh. So I guess we're in prison for a while longer then. That's unfortunate.Oh, hey, Baba, you're back. What up? I'm also back. その様子やと濡れ衣無事晴れたようやな。本当に本当にありがとうございました。俺あの本当になんて言ったらいいか。礼はええ。 Did you say what you got said, man? You good? 会社の方はどうなったい。
認められました。副所長が通してくれたようです。そうか。 Hell yeah。 それにしても冴島、随分と早く帰ってきたな。 It's a long story。 あれだけの騒ぎを起こして懲罰貿易じゃなかったのか。俺も不問にされたんや、あの高坂いう男にね。高坂が？ババちゃんの件といい、冴島さんの件といい、いつからあいつそんなに寛大になったんですか？波紋のせい。波紋？それってまさか、あんた組を追われたってことじゃ。そのまさかや。Oh yeah, we did have our own family. That's kind of weird we got kicked out. I forgot that detail. Be in prison. いや、わからん。けど破門されたこと自体はどうでもいい。それよりなんだ。嫌な予感がする。配達です。Oh, delivery? Pog?Oh, this is how he finds out. Oh no. これって、どうした、ヒムラ？これって、冴島さんがいた組のことですよね。I don't know what that says. I assume it's like, yeah, I was gonna say, I'm pretty sure it's Majima found dead. If I had to take a shot in the dark.Oh no, Sajima. こういうことやったか。まさか、あんたの波紋ってのも、この事件が関係してるのか。1,000,000%。嘘や。来ないなことあるわけない。But it says it in the paper. They wouldn't lie in the paper.こんな時間に何を騒いでいる。 You quiet。 余暇時間中とはいえ静粛に。これ以上騒げば減点対象とするぞ。すみません。冴島、ババ。はい。先日お前らが行った刑務作業の件で話がある。二人とも効果が出る。With the work I did? わかりました。And Kugihara and his goon? 冴島、お前もだ。早く立て。You gotta give me a minute here, dude. It's found out my brother died. 呼び出したのはあんたか、副所長。嘘の理由まで作って、来ないな場所を呼び出して、一体何の話？副所長室では、第三者に話が聞かれる可能性もあるからな。安全のためだ。我慢してくれ。OK。どういうことです。説明してください。実は、冴島の仮釈放申請が却下された。OK。え？却下って？ I didn't want it. どうして？ So, like... 私にもわからない。通常、仮釈放の申請は施設のある地方更生保護委員会が審理し決定されるものなんだが、今回はさらにその上。法務省から直接圧力がかかったような。Oh, wow. 法務省って、そんな。冴島は全国の警察関係者もマークする裏社会の大物だ。東上会ほどの大組織の最高幹部が仮釈放されるとあれば、法務省が口出ししてくることも考えられるが。話言うんはそれだけか。ん？さっきも言うたはずや。俺は仮釈放を申請するつもりはない。Yeah, this feels big and conspiratorial, like really all of a sudden. ババちゃんはこのことに何の関係もないはずや。俺はすぐにでも調べなあかんことがあるんや。マジマ五郎のことだな。マジマ？マジマって確かさっき新聞に載ってた人の名前。Yeah, that's a whole thing, Baba. マジマ五郎。東上会射程頭直系マジマ組組長。構成員数千人を超える組内最大の勢力、真島組の組長である冴島大河の唯一無二の兄弟。そうだったな。え？じゃあ
あの殺された人っていうのは兄貴の親友？そう。そしてその真島を殺したと目されているのが札幌北方組の組長、北方泰造だ。Okay. 北方組。I don't know who that is. 警察関係者の話によれば、真島は東条会会長の命を受け、北方組を傘下に収めるべく札幌へとやってきていたらしい。そして組長の北方との会合中に撃たれて死んだそうだ。どうしてお前がここに呼ばれたのかわかるな、ババ。はい。なんなんや、ババチュン。北方組は前に俺がいた組です。Oh, that's awkward. なんやって。場所を移した方が良さそうだ。そうだな。資材置き場で待ってるくらい。私もすぐに向かう。一緒にいるのを見られるのは避けたい。エング。この隙に何するかわからへんぞ。お前も話の続きを聞きたいだろう。冗談に付き合っている暇はない。いいな。Alright, like, fair point, I guess. あの、兄貴。What, Baba? ババジュン。今は副所長の言うこと聞いとこう。話はそれくらい。はい。Alright, well, off to the storeroom then. This is getting, ominous.I have to get out of here. There we go. Hurry up, Baba. I'm not going to wait for you. Now wait for Baba. Nah, he's fine. Are we going to get ambushed in here? By bushes made of ham? No. Hey, what up? This is the story of Baba-chan.真島をやったっちゅう北方組の人間やっちゅうのはほんまか。ええ、そうです。でも高坂さん、俺が北方組の人間だったとして、シャバの事件とは関係が。 I mean, yeah, you're in prison. We didn't think you did it, Baba. そんなことは分かっている。私が気にしているのはお前らの身の安全だ。安全って一体どういうことですか？どうも引っかかるんだ。今回の一件、あらかじめ全てが仕組まれていたことのように感じる。Like in a game or something. 半年前に集団で入所してきたあの国原のグループ、それと共に始まった佐江島への暴行。連中の目的はお前の刑期延長だった。That's what Kugihara said, so alright. そこに来て波紋の話。仮釈放の手続きを私が進めた途端、国原たちは手口を変え、ババを罠にはめることで佐江島の仮釈放が取り消されるよう仕組んできた。なぜそこまでしてお前の刑期を延長する必要がある？ Cause he's an asshole. 佐江島の兄貴に復讐させないためですか？ その可能性はある。もしかしたら国原たちは事前に真島が殺されるということを知らされていて、佐江島がここから出て北方組に復讐できないよう足止め役として送り込まれた人間なのかもしれない。確かに北方組は大きな国です。でも囚人を送り込めたとしても法務省に圧力をかけるような力が、yeah, とても。ああそうだ、もし法務省に手を回すことができるとすれば、その組織は2つしか存在しない。1つは関西の近江連合、それにもう1つは。そうか、つまり釘原たちは東条会の息がかかった連中ちゅうことか。え？ Got it more. ああ、もしこの推測が当たっているとしたら、話の規模からしてそう考えるのが妥当だろうな。ちょっと何言ってるんですか？ Are you best boy? なんで東条会が身内の人間にそんなことをする必要があるんですか？裏切り者がおるちゅうことや。東条会の内部にね。裏切り？佐江島は2年前この刑務所に入るとき、刑期を終えたら東条会の若頭に就任する予定になっていたんだ。兄貴が若頭？ Yeah, it's pretty cool. とにかく東条会はどうにかして佐江島の力を封じ込める必要があったんだろう。まさかそれで本物か。 So it turns out Kosaka is kind of a bro. しかし
ただ破門しただけでは逆に刑期短縮、仮釈放が許可される可能性が高まる。だから法務省にまで手を回し、今度は仮釈放の申請を却下した。この網走に冴島大河という力を封じ込めるためにな。おそらくそういうことだろう。持っていけ。 What is it? これは I wrote this。 さっき言った運動場の一番奥、南西の門、その裏にスノーモービルが止めてある。 Are you helping us break out of prison, Kosaka? Because this is the second time Saijin has done this, which isn't a lot, but it's weird that it's happened twice. この鍵だ。 どういうことや。 Come on, man, you get it. 脱獄しろ。ここから。何？何やと。ついさっきうちの所長が死んだ。死因は調査中だが、他殺の線が濃厚なようだ。は？所長が。所長は冴島の仮釈放が却下された理由を聞くため、oh, he wasn't 東京に向かう途中だった。Okay. Thought he was in the prison and got killed。タクシーから降りたところ。何者かに襲撃されたらしい。それだけじゃない。今日の午後には新たに100名近くの服役囚が移送されてくる。通常では考えられない数字だ。おそらく何かの目的があって移送されてきた人間に違いない。 Yeah, you're probably right. Oh boy. それって兄貴を殺すための資格ってことじゃ。事態は我々が考えるより大きくなっているんだ。このままでは確実に冴島、それにこの件に関わった馬場も殺されることになるだろう。そうなる前に何としてもこの危機を回避しなくてはならない。そうやけど来ないの。 You know, when I say ACAB, I don't mean Kosaka. Honestly, pretty reasonable guy. あと許したら、あんたの身も。覚悟の上だ。私は職を辞すことに後悔はない。それよりもこの刑務所が更生を促すための施設であり続けることの方が重要だ。 Hell yeah, Kosaka. Kosaka. Hell yeah. 冴島さん、それに馬場さん、もうあなた方は囚人ではありません。 I don't think you can make that call, but 十分に罪を償った。これ以上私がここであなたたちに更生を促す必要はない。ここから出て、本当の敵、所長を葬った真の敵を見つけてください。真の敵は、囚人が眠ったのを確認したら、棒を出てください。ゲーム館に命じて、鍵は開けさせておきます。署内を出たら、そのままグラウンドを突っ切って、南西門から脱出してください。その時間なら、釘原たち、他の囚人たちの妨害にも合わないで済むでしょう。It's not going to. 分かった。最後に一つだけ約束してください。God, more promises? もし犯人を見つけることができたら、その時は決して殺さず、必ずその男を生かして刑務所に送ってやってください。そこから先は私たちの仕事ですから。約束する。Well, it's a good thing I don't kill anybody, so. お願いします。Can absolutely promise that.I mean, Kiryu famously doesn't kill anybody, but I don't think Saijima does either. で、何だったんです？副所長の話ってのは。That's a long story. 別に大した話じゃなかったですよ。仮釈放の申請を改めてするって話で。ね、But why? そっか。二人揃って仮釈放か。寂しくなるな。で、冴島さん、ここ出たらどこ行くんです？キャリアキ。に行って、例の兄弟分を殺した男を探すとか。ま、そうなるよな。それじゃあ、冴島さんとはまた近々会えるかもしれませんね。なんで？だってほら、それって復讐しに行くってことでしょ？殺人罪でまたここに戻ってきちゃったりして。おい、日村。縁起でもねえこと言うもんじゃねえぞ。そうですよ。冴島の兄貴がそんなことするわけないじゃないですか。Yeah, you'd never kill anyone. でもあの殺された人、冴島さんの親友なんでしょ。冴島さんの性格からして黙っておけるわけないんじゃないかと思って、
あれ怒っちゃいました？別にいいよ。そう思うんが普通やろからな。せやけど俺は復讐はせえへん。俺自身は兄弟を殺した北方っちゅう男に直接恨みがあるわけやないんやからな。Except for, you know, kill my brother. 俺は知りたいだけなんや。Why? 兄弟を殺した男がどんなやつなんか直接お手話が聞きたい。話してどうするんです？警察に突き出すと。別に何もせえへんと思う。はあ？何ですかそれ。俺は聞きたいんや。この世で一番強いと思っとったあの兄弟がなんて言うて死んでいったんかもな。 That's fair enough。 それが北方の口から聞ければそれでいい。それで兄弟を殺した相手の恨みは消えるんすか？もしほんまに兄弟が殺されたんやったら、それは弱なった兄弟のせい。I don't think you believe that。 殺したやつのせいやない。人に命取られるようなやわなやつになってしまったんか、それか犯人がもっと強いやつやったんか、どっちかや。なんか深いんだが浅いんだがよくわかんねえ考え方ですね。まだ俺は兄弟が死んだとは信じられへん。せやからそれを確かめたい。それだけ。俺の勝ちや。How'd you put it all? Oh. 最後に2で革命って。Got it. That'll do it. 札幌のローカルルールじゃそれなしなんすよ。ずるI mean, that's clever, though. I don't know what game they're playing, but... サイジワさんとババちゃんとこうしていられんのも残りわずかっちゅうことで、例のあれ、やってきますか。ん？例のって、あの妄想ゲームか？ Oh, I'm not doing this again. でも、I was in there for two videos. っていうか、日村さんの武勇伝だからな。どうです、サイジワさん。いいでしょ、今夜くらい。そうやね。Oh, I don't want to, though. またおもろい妄想させてもらうかな。それじゃ行きますよ。まずは。All right, let's see what we gotta do this time. I don't know if you're allowed to tell us about this. Isn't there like police confidentiality or something? You know what? Never mind. Oh, cop Sajim is gonna be. Okay. Ambitious. Okay.So let's go find this bar. It's weird them all demodeled this whole city to only use it twice. That's really weird. Oh, there's a scooter there. A moped. Alright, so it's down here, I guess. Alright, let's go.Oh, hey, Kaguya. Oh, my case is there. First, I went into the cabaret club and bought a champagne tower. I'm not playing either of these games. I might play darts, but... Oh, please, no. Kaguya, no. Oh, no. Darts, I guess. It's not good darts, I don't think. But
I'm not playing pool, so... Is everything tint? Okay, everything's not tinted blue. Okay, let's just do 301, Yeah, I know how to play the 01 games. I'm aware, thanks. Let's see. Change position up, adjust throw strength. Oh, good lord. I don't remember how to put darts in these games. I did this really, really well in, what, Yakuza 3, I think, for that sub-story. But I don't know how to play darts in this shit. Yeah. Yeah, 3. Okay. So what is it? It's like... Oh, triple 17. I mean, that's not bad. It's not good, but it's not bad. I do not remember the form for this. I think I actually used my mouse keyboard for this. Okay, so you kind of want to aim... Oh, good lord, she's already kicking my ass. Okay. So, I guess you kind of want it to be, like, what, like, right-ish there, and then just whoop. Okay, so let me just go right whoop. And then we go right whoop. Cool. We're halfway there. We're tied. What do you mean she's in her second frame? No. We're tied. She's cheating. Alright. So let's get... At least this isn't as sensitive as the darts in 3. Because that was abysmal. Please, can I aim at anything aside from the friggin' 9, please? Good enough. 20, okay. Okay, well, we got more than our second frame, I guess. Oh, she's gonna hit bullseyes in her triple, isn't she? Okay, she screwed up. We don't immediately lose just yet. We can still win this. I have faith. We can do it. We just gotta hit what? Oh yeah, see, we got this. We got it. Just two bullseyes and a triple 19. It's easy. Please, Sajima, aim for the middle of the board, please. Please, Sajima. Middle of the board. I'm doing the most delicate motions with my stick right now. Please. Please, Sajima. You know, that was actually pretty close. All things considered, that was actually reasonably close. Oh, I'm like barely touching the stick. Please, Sajima. Sajima, please. Whatever. Good enough. Alright, she's absolutely gonna win. Oh, maybe not. Okay. She's really just edging at this point. All we got... Oh my god, okay. Well, let's aim for that 20. Okay. We got the 20. Sajima, please. Aim your dart a little bit, please, good sir. You know what, though? You know what? What could have been? In a different reality, Rain could have actually potentially won the dart minigame. Alright, well, you know, I did better than I thought I was going to. Yep, just do it. Just win. Just win. You're fine. Okay. Or we'll call it a draw, I guess. Never mind. She wins anyway. That's fine.
I was doing my best here. I was fighting demons with my controller. And the controls are too bad. Okay, I mean, I guess it probably is the time to do that. Oh, is it the men in hats? Oh. Alright. That's fair, I suppose. Well, they don't know or care, I assume. Nah, it's not as fun, though. Oh, I gotta go... Imagination, Kaguya. She is really pretty, though. Maybe we'll get to meet her somewhere at some point. I guess. Oh, can I do more than one song with Sajima? Or is it only Bakumatai? Ramen Village, okay. Should probably just carry on with the plot, shouldn't we? Sorry, I just tackled that man. Alright, we are gonna go after the mafia guys next. So I hope you guys had fun, and I'll see you next time. So till then, okay? Out.